な。塩の次は溶板を どうも皆さん、これはどこでしょうか。はい、タヌキの尻尾です。牛とかもそうだと思うんですけどね、尻尾の根元の部分の肉って非常に高級というか美味しいと言いますね。まあなのでタヌキも例外ではないのか、ちょっと行ってみたいと思います。もう本当にごく少量しかない肉ですよ。うん、ああ、どこの部分部位であってもやっぱタヌキの香りはするんですよ。ああ、でも食べやすいな。うん、ごくごく少量の希少な肉ですけどね、たくさん運動してる部位なのかやっぱ美味しいですね。なかなかですよ。コラーゲンがすごいということで行ってみましょうかね。これ勇気いるなぁ。行きますよ。うん、中にゼリーっぽいコラーゲンが入ってる、ちっちゃいのが、うん、まあ、臭みとかないですね、うん、意外といける。はい、肉球を食べる男でした。お待たせしました。これはタヌキの何でしょうか。ご想像ください。うん、まあ、命の木とでも言っておきましょうか。いただきましょう。勇気いるわ。引くぞ。あーあー、え、ちょっと待って、何、え、そんな香りとか味は、んー、そんなないに等しいかな。
うん、臭みとかもない。これがタヌキですよ。お帰りでしょうか、縄文リストランテ、本日はタヌキフルコースでした。またお会いしましょう。またのお越しお待ちしてます。